来たー思って。何入ってるんですか？4キロ、これめっちゃ高いやつですよ。俺、やばいんちゃうみたいな。俺生かすみたいな、あるやん。あれ、もうな、行ってきました、フォアボールになってきました、みたいな。多分な、ボール2ぐらいになった時点でな、お声かかりました。ホリん来たなと。変わるぞ。石田に変わるわ。はい、石田よ。ね。そら俺が監督でもそうするわ。もちろん。ほんで、ノーアウトランナー1、2塁になりまして、次バッターが石田やったっていう話ですさ。代打を送られたんですね。そうですよ。もうそんなんなったら、どないしようかな思ってたから、俺。もうバンドしかないやんかと思ってたから、うん、よかったな思って。で、稲川が投げましたと。うん、一軒虫って。おかえりなさい。どうですか？バッター。ふくらはぎがついそうです。そうです。ナイス、チームシャー。す。キリキリすか。で、稲川が三者凡退やね、うん、でもあれすごかったね。結構相手チームまっすぐついてきてたもんね、うん、稲川の。あ、はいですもんね。でパックーン上がってんて、リフト、うん、で、風でシュワー伸びていくねや。さすがでもあくはモロムにな、うん、モロがうまいことパーン取ってくれて、うん、で、その後のバッターをまた抑えてくれて、で、同点か、同点同点のまま今度はヤングに入っていくわけです。で、ヤングの得意になった時に最初に三崎が投げてるんちゃう？行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。でもさすが、もう針を通すようなコントロールで、ね、立ち上がりから3ボールのストライクですよ。まっすぐピョン、はい、決め球、変化球か、得意の見逃し、終わり。あっさり抑えてきはります。さすが三崎の領域、野球の申し子です。やつ必死。あの会場にスリーボールからのついてく、ついてく。リチームです。ここから見といてください。乗り行って次ナンバダやな。せや。ほんでナンバダが次徐々に準備。ナンバダも多分あれ緊張しとったと思うんだけど。緊張したね。緊張前のコメントも取ってますけど。次の日で。え？次の日で。次の日で。行ってくれよ。意気込みを。お願いします。頑張ってきます。おい、こっち向いてこう言うてくれねえけど、ちょっと顔引きつっとるからね。いや緊張しとるわ、うん、思いながらやな、行ってあげやな、うん、で、ナンバダ行って、ほんでナンバダがビャーンとこうマウンドにビャーッと気持ちよく送り出したと。私同点で今ナンバダ安志行ってました。ナンバダ安志当番で行くやろ。えちょっと引っかかってそれが結構打ちにくいですよ、バッター。あ、そうなの。結構、今日コントロール良かったな。あれ、ピュッと来たの？来たの？来ないです。それが、その経緯が高いんですよ。そのままから。多分打ちにくいと思う。変化球結構いろいろありますね。本間さん、どうでしょう？うちの40機ナンバダ。ナンバダの。引っかかっとんな。引っかかって、そのまま掘ってる感じ。応援したいと思います。どうですか、登板後のコメント。ぼちぼちです。ぼちぼち、はい、寝てますよ。応援してました。ありがとうございます。ね、戻ってきました。ホルさん、なんか呼ばれてますよ言われて、あーつって言ったら、山本慎也が次ピッチャー入るから、あのホルセカンド入れへん言われて、もうお役ごめんやろ。私終わってたんじゃないですかと。2回目守備行くでしょ、ちょっとやっぱね動けへんですね、うん、で最初の試合前のノックで終わった後に、かるまだ俺大体使い切ってるやん。使い切ってる、使い切ってるな。実は言うとですね、うん、あれで実際にも守備守った時に、うん、左足の太ももの裏がピキ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 言うて、いやあかんやんこれって、うん、なっててさ、これが BL や。深夜がパパンと、うん、ツアーと取るわけですよ、うん、でその後のバッターですよね、うん、ちょっと来るかなみたいなね感じはありましたよ。ちょっと来るかなと、ちょっとこれ来るかなみたいなね、うん、あるかもしれんぞと思いました。来ました、来たー思ってパッと行った瞬間はよ、いけるな。
いつ死んだお前よ。いけるな。いけるな。いけるな。いけると思ったけど、うん、やっぱりさ、加減してしか走ってないやん、うん、今まで。だからマックスはいかれへんわな、うん、だけど思ったよりかボールにさ近づけへんから、うん、あーと思って、うん、であれ逆シングルやね、うん、あの後から映像で見たら、うん、もう明らかに逆シングルで入らなあかんやつやねんけど、うん、何回見たかあの五郎を、うん、なんでこうやったかなとか、逆シングルで行った入った後に、うん、右足でポンってやってもう掘らなあかんやん、うん、怖いからでけへんと思って。だからこう行ったら左行って右で行けるから、うん、衝撃少ないやん、うん、だからあれしかなかったっていう。で抜けるやん。でもまだでもツーアウトランナー一塁やから、ツーアウト一塁山本慎也やし大丈夫やで、うん、次のバッターヒットっておいみたいな、やばいやばいやばいみたいな。ほんでタイムタイムタイムな、誰か取って、うん、わーって内野手集まってツーアウト行ってみるやな、うん、うん、しんやごめんって、悪いごめん、ほんまごめんって、ほんまごめんって、責任感じてるからここなんとかしてって言って俺でね、次のバッターに、綺麗に左中間、左中間行かれたな。ああ、マスターズ甲子園終わりましたね、そして終わった後に清水隆之さんにご連絡いただきましてね、うん、ね、報告をして負けましたと。清水さん何かおっしゃられてたんですか。大輔には何ておっしゃってられましたね。俺も頑張ったやんけみたいな、うん、しゃあないしゃあない、うん、掘り出せきたったかそんなことない、今回はなかったですと、守備機会をいただきましたって言って、いやめっちゃ緊張しました言って、だそやろうやろう言ってな、うん、大人になってからな言って、うん、あの独特のな緊張感味わうって、それがええんや言って、うん、おっしゃっていただいて終わりましたね、うん、これがビエルや。でもあのですね、うん、試合していただいた、うん、天王寺高校の皆さん、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また大阪代表ね、頑張ってほしいですね、頑張ってほしいです。いってらっしゃい、いってらっしゃい。何入ってますか。4キロ、これめっちゃ高いやつですよ。もう飲んでるって飲んでるって。これは何ですか。スポーツの回復に、なんかあれやね、あ、なんか備品が充実してるね、あいつ。ほら、ピッチングする。うわぁ、もう体の刺激になるやつ。よう動いてくれるもんいっぱい入れとるわ。ノリの。どうすか、登板後のコメント。ぼちぼちです。